エンドレスナイト。エンドレスナイトは、1984年7月から1990年6月まで、関西テレビで放送された情報バラエティ番組、関西ローカルの深夜番組で、毎週土曜日深夜、正確には日曜未明の、プロ野球ニュース終了後から明け方にかけて生放送で行われていた。司会は、シンガーソングライター、バンバ、ヒロフミとタレント、 兵道幸、そして、同局のアナウンサー、杉山和夫。これに、一般公募の女性リポーター陣、エンドレスギャルズ一期8人、イカギャルズが加わる。エンドレスギャルズは、半年ごとに交代していた。生放送番組でありつつ、放送終了時間を特に設けなかったのでいつ、放送が終わるかわからないという、ユニークな番組体裁が話題を集めたほか、 生放送ゆえのハプニングも続出した番組であった。番組の流れは、特集コーナー、視聴者からのハガキ紹介、ゲストコーナー、体操、お夜食成調理コーナーなどがあった。また番組の内容を反映した、ムックボン、エンドレスナイトマガジンを発売。関西ローカルのみでの放送の番組ボンだが、ベストセラーでは常に上位に顔を出していた。加えて、番組グッズ。 視聴者参加イベントなどが数多く展開されたほか、本来裏方である番組制作スタッフが様々な形で出演した。ギャールズが交代する半年ごとに体操コーナー、お夜食クッキング等のコーナーにそれぞれの指導をする専門家が登場。その他コーナーによって様々な出演者が登場した。は、CS 放送、関西テレビ、京都チャンネル。 廃局での復活、エンドレスナイトで再放送されたコーナー。1980年代中盤、東京のテレビ各局では、富士テレビのオールナイト富士をはじめ、数多くの深夜の大型生放送番組が人気を博していた。富士テレビからオールナイト富士のネットの要請もあったが、お色気は一切排除するという意向があったために拒否した。その後、 当時の郵政賞からのクレームで、オールナイトフジラモお色気が排除された。それを受けて、関西テレビでも土曜深夜の大型生、放送番組の企画準備が進んでいた。そして1984年1月、後に番組では、セクシー上沼の愛称で人気者となった、上沼まっぴらプロデューサー。当時、タレント上沼恵美子の夫に、白羽の矢が立ち、 番組発足に向けて動き出した。上沼は番組終了までの6年間、プロデューサーを担当した。この時、司会者はお笑いタレント以外の人を、お色気は一切排除する、終了時間未定、これのみ、オールナイト富士の流れを組んだなどのコンセプトが立てられ、吉本、小竹に代表される、従来の関西のお笑い番組とは一線を画した。 夢のある面白情報番組のコンセプトが生まれた。そしてメインを飾る男性司会者を選定するにあたっては、関西出身で大阪弁を喋ること、私的な欲求が強い段階の世代で既婚者、子供がいること、男前でなく、親しみやすいといった条件に当てはまる人間を起用することにした。その結果、ラジオの深夜放送のパーソナリティとして、 若者から絶大な支持を集めていたバンバヒロフミが選ばれ、女性からは、兵道ウユキを抜擢した。当時、バンバは毎日放送ラジオの MBS ヤングタウン文化放送セイ、ヤング続く青春キャンパスで、それぞれ歌手谷村真嗣と陳平バンバンのコンビで人気を博していた。またヒ道も KBS 京都ラジオのヤングテレフォン Q&A で、 若者の悩みに真剣に応える姉御的存在で、悩める若者から慕われていた。二人とも、テレビ番組の本格的な司会は初めてで、バンバは、この出演以来に、消極的であったが、時間制約が、極めて緩く、またラジオ的な展開が可能であることに惹かれ、司会を承諾したという。そして番組を彩る、エンドレスギャルズも、可愛いだけのアホはいらん、の姿勢で呼びかけ、 初期のギャルの中には、女性漫才コンビ、ハイヒールのモモコや、女性カントリーソンググループ、ラブポーションのカ西イノや中村タ子、ジャーナリスト志望のナンシーリーなどがいたほか、後に、関西の情報番組で活躍するリポーターや、司会者など、様々な将来性、可能性を持ったギャルズが在籍していた。この斬新なキャスティングや、お色気のない、爽やかなスタイルが、男女問わず、 若い世代を中心に人気を集めた。加えて、深夜の生放送に異例とも言える、ニュースコーナーや、テレビショッピングコーナーを設けたことや、終了時間を未定とすることで、関西テレビは、報道局や、技術創出セクション、また、関連会社などの全面的なバックアップ体制を、敷いた。また、こうした、不確定要素の多い番組でありながら、同社の労働組合も、 これまでにない新しい番組ということで積極的に支援したという。こうした中、1984年7月7日の深夜24時41分に番組はスタートした。エンドレスナイトは本来視聴者の前に姿を現さない番組のディレクターやプロデューサーをはじめとしたスタッフが人気者となってしまうという点が大きな特徴でもあった。番組の間、時に スタジオの横で見切れる映ってしまうディレクターを出演者の番は郷道は積極的に放送中のネタにした。これも二人が番組開始まで自由な雰囲気のラジオ番組で活動していたことに起因する事実、ラジオでは裏方スタッフをいじり倒すことがよくある。そういった状況下から番組には視聴者からのイラストが出演者のみならずスタッフのそれまで送られるようになり、 その加熱ぶりは、会を追うごとにヒートアップし、スタッフもミドルネームをつけ、エンドロール、番組終了時に流れる、ロールスーパーにもその名前が表記されるようになるほか、様々なシーンで登場。プロデューサーの上沼が自らセーラー服姿で出演するなどした。また、番組に関わるスタッフに限らず、関西テレビの様々な社員、当時の局長、局次長クラスや、 関係者、局周辺のレストランのオーナーなども番組に何らかの機会で登場すると彼らのイラストが寄せられるようになった。番組では当時の同局の上層部、重役人を偉いちゃんと一括りで呼びネタの対象にし局内に向けても番組の浸透を図ることでよりアットホームさを醸し出していた。 中でも1986年から番組に参加した、ちぐさ総一郎プロデューサー。2005年7月より、同局代表取締役社長。2007年4月、辞任は、本人が石原雄二郎のファンであることから、タフが市草と呼ばれてたが、その独特な風貌から後に、シーチャカ、名前の由来は、石原のヒット曲、嵐を呼ぶ。 男のリズム、シーチャッカという音からと呼ばれ、イラストの餌食とかした。また番組内の様々なコーナーに登場し、エンドレスナイトのカリスマと呼ばれるようになる。後に、人事異動で番組を離れる際には、さらばシーチャッカスペシャルと題したスペシャル企画が話され、ちぐさプロデューサーと信仰のある関西のマスコミ関係者が総出演した。そして、番組末期には、 小木あきらディレクターのイラストが当時一世を風靡した映画バットマンのパロディラビットマンの名で視聴者から送られてきた。これに着目した番組は映画ラビットマンを番組スタッフキャスト関係者総動員で制作。一回限りの上映だったが梅田駒劇場で上映会を行い、さらにメイキングシーンも収めた VHS ビデオも販売された。また、 この映画には後に K1 などで格闘技界の中心的存在となった青度会館の角田信明や当時全くの無名選手であった佐竹正明が出演したほか道場のシーンやアクションシーンなどで協力した後にこの映画の監督を務めたミーハー横山こと横山淳一ディレクターは K1 大阪大会総合演出を手掛け現在も格闘技イベント演出の 大一人者として活躍している。放送上での展開が基本となるテレビ番組において、エンドレスナイトはより番組以外でのアピールの場を求めることを続けたほか、メディアミックスやグッズ展開などで番組の存在感をより強くしていた。3時間以上に及ぶ放送時間、当時としてはかなりの話題性を持ったエンドレスナイトであったが、それでも深夜の番組ということで、 より深い浸透を図らねばならなかった。その一つとして、ラジオ的なツーウェイコミュニケーションの展開であった。まず、そのきっかけづくりとして、パーソナリティの番は、郷土らは視聴者に向かって、ラジオ番組のように、君、あなたと呼びかけるように心がけた。つまりテレビでは、不特定多数の視聴者に対し、ご覧の皆さんと呼びかけるのが暗黙の了解であったが、 ラジオパーソナリティとしての経験も踏まえた番場と、兵土は、君、あなたと呼びかけることで、視聴者との距離を縮めた。これは、皆さんの中では、漏れてしまう人はいるが、君、あなたの中に、漏れる人はいないという神沼の,の考えでもあった。そんなコミュニケーションを深めていった中から生まれた企画が、インベダー作戦なるコーナーであった。本来、番組の PR は、 放送局が率先して行うものだが番組では並行して視聴者にエンドレスナイトを広めてくださいとお願いするようになるその代わりに自身の PR 活動を番組に報告するハガキが紹介されたら希望の番組のグッズが送られるという仕組みにし視聴者との一体感をより強めていったその結果視聴者からは学級新聞に エンドレスナイトを見ようと書きましたと報告をする高校生や学校の試験問題にエンドレスナイトの文字を入れた先生からのハガキ、さらにチリシ交換者のアナウンスでエンドレスナイトを見ましょう。と叫んだ職員からの頼りなど様々な作戦報告が寄せられた。こうしたゲリラ的展開が功を奏し、番組は若年層のみならず様々な層に浸透していった。 このゲリラ的な PR 展開は視聴者だけでなく出演者も自ら行うことが多く毎年夏に放送されるフジテレビ系列の24時間テレビ1億人のテレビ夢列島では梅田敦史アナウンサーがエンドレスナイトのプルゾンを着用しての出演を果たすバンバが笑っていいとものテレフォンショッキングにゲスト出演した際は同じく 番組グッズのタオルを掲げて登場するなど、全国ネットの番組で、エンドレスナイトの名をアピールした。また、大阪を舞台にしたハリウッド映画、ブラックレイン、リドリー・スコットただし、1989年公開には、エンドレスナイトと書かれ、さらに両サイドには、富士山系グループの目玉マークを正面につけたダンプカーが登場するなど、様々な局面で番組の存在を知らしめた。 また、現在活躍する関西の芸能人の中にも、番組に参加した経験を持つ者も多く、増田岡田の増田秀彦が当時番組に投稿していたほか、辻元・茂雄も視聴者参加のドラマコーナーに出演した、こともる。番組が定着してきた1986年、昭和61年春、番組の舞台裏の紹介とエンドレイスギャルズのグラビア等で構成された。 エンドレスナイトマガジン、通称エンマガが創刊された。番組スタッフが中心となって編集される。この本は、ギャルズが変わるごと、半年に一回、春、秋出版された。創刊号は、一般書店の販売ではなく、通信販売と番組が指定した日時と場所での手売り売りを行った。当初の発行部数は1万部。しかし反響が大きく、増札を重ね、 最終的には2万6000部を完売した。この結果を受けて、第2号からは、一般書籍と同じ販売ルートに載せ、番組内で、東版、日版、大阪屋のフレーズで取り扱い取次を紹介していた、全国の書店で販売されるようになった。ただし、マガジンと名が付くものの、雑誌ではなく、一般書籍の扱いであった。関西テレビは ISBN を取得し、 放送局の番組外収入の要である出版部門を拡充した。一般書店でも人気は上々で、1987年5月に発売された第3号は4万5千部を完売。関西地方のベストセラーランキングでは3週連続で第1位を記録し、さらに全国ランキングでも2位に輝いた。その後も発売されるたびに大手取次や大型書店が発表する。 ベストセラーランキングの1位を記録。テレビ業界のみならず、出版業界からも番組の存在が注目された。エン川、放送を200回記念に出版された、増刊号と合わせ、通算1 0号発売された。なお絶版となってはいるが、東京都千代田区長田町1丁目の、国立国会図書館、また、大阪市西区北堀江4丁目の大阪市立。 中央図書館で閲覧することが可能である。ラジオの深夜放送の空気を番組に持ち込んだエンドレスナイトは視聴者からのハガキやイラストが数多く送られ番組で紹介した人には謝礼品として番組のノベルティグッズが送られた。中でもステッカーは番組の放送開始時間をあしらった通称オフィシャルロゴステッカーのほか、戦車札タイプなど数十種類が作られた。 このタワッペン、トレーナー、放送では、ギャルズも着用、ブルゾン、バッグ、テレフォンカード、腕時計などがあった。これらは番組で、ハガキ等が採用されないともらえなかったが、視聴者からは、販売を望む声もあり、1987年、昭和62年7月から8月にかけて、東京、春耳本市会場とインテックス大阪で、同時開催された、 富士山系グループのイベント、夢工場87の大阪会場では、エンドレスナイトショップを開店した。ショップには、ギャールズの卒業生も日替わり店員として駆けつけ、人気を博し、その結果、数あるタレントショップの中で、東京、大阪会場合わせての売り上げで1位を記録した。これが引き金となって、翌年には、大阪、梅田の商業施設、D、D ハウスの1階に、 関西テレビのアンテナショップ、KTV メディアギャラリーをオープンさせた、現在は閉店。現在、テレビ各局が展開するグッズショップの先駆けとして、エンドレスナイトのほか、サンマのまんま、ネルトンクレナイクジラ団などの関西テレビの番組グッズが販売された。また当時流行したタレントショップの波に乗り、京都、嵐山にも出店。1989年に、 嵐山メディアギャラリー、憧れ屋、京都州京区佐賀天竜でラツクリジ町37の8がオープン。こちらは営業を続けているが、現在番組グッズの販売等はなく、1階には土産物店、2階はカフェとなっている。かつては関西テレビのキャラクター、八重門のグッズ等を発売していた。この公開放送や番組のイベント会場でも、 グッズが販売された。視聴者参加の場を様々な形で求めたエンドレスナイトがその本領を発揮したのは大晦日のオールナイト生放送や様々なイベントである。視聴者参加のイベントは数多く行われたが、中でも大規模だったのは海外演技物シリーズと呼ばれるギャルズ卒業記念に行われた海外でのドラマ撮影に一般視聴者が参加する企画である。 近畿日本ツーリストとのタイアップで、サイパンやタイのほ九1988年、昭和63年には、ニューヨークツアーを観光した。もちろん国内でも関西地方を中心に、代償様々なイベントや視聴者参加企画が行われたが、これらにも多くの参加者が集結、番組のパワーを見せつけた。近畿各地で開催された人気企画、ウルトラ風クイズは、 数回にわたり開催された。また、高校生を集めてのティーチング企画、本和歌フェスタは、高校生視聴者のために、日中の公開録画の形式を行われた。この他にも近畿各地で開催された祭りやイベントには、視聴者とギャルズ、スタッフが一体となって参加。視聴者との距離が近い、ローカルの深夜番組の姿勢を全面に出した。毎年大晦深夜、日未明は、 翌く年来る、年の後、午前1時過ぎから朝6時まで、エンドレスナイトスペシャルと題し、オールナイトで放送され、大規模な企画が数多く展開された。1989年、平成元年4月15日16日、水田市の万博記念公園で、関西テレビの開局30周年記念イベント、マグマ30が開催された。2日間、 総放送時間14時間にわたって、関西のお笑いタレントや、同局で、レギュラー番組を持つタレントが総出演し、人気番組の公開放送やイベントが数多く、繰り広げられた。当初の予定では、このイベントは、前年、1988年、昭和63年11月19日20日、関西テレビ開局記念日直近の週末に、開催される予定だったのだが、 昭和天皇の入院、闘病により、日本全国で様々な催し物が自粛したため、昭和天皇入院直後の9月中旬、関西テレビは延期を決定した。元号が平成に改まった1月、改めてイベント開催が決定された。なお、番組も昭和天皇の病状を伝える、報道特別番組の放送のため、1988年、 昭和63年9月22日の放送が、さらに昭和天皇法御に伴う特別編成のため、1989年、昭和64年1月7日、正確には平成元年1月8日の放送と、計2回放送休止になっている。こうした状況の後、華々しく開催されたマグマ30。この時、エンドレスナイトは、 会場内にグッズショップをオープン。全国区で人気を誇るタレントの店や、フジテレビグッズの店なども並ぶ、前々年の夢工場87に続き、売り上げ1位を記録した。また、15日が土曜日ということもあって、当日深夜の通常放送枠では、開局30周年記念クイズを放送し、関西テレビの当時の社長も出演した。 さらに二日間のイベントと生放送を締めくくるグランドフィナーレをエンドレスナイトのスタッフが担当。バンバ、共同も出演したこともあって会場の同公園のお祭り広場には観客が殺到。一時は警察から中止命令が出る事態になった。しかし二人の観客への説得もあってイベントは続行。会場では超大型の エンドレスナイトスーパーサイズステッカーが7000枚配布された。これを手にした観客と共に番組のテーマ曲であり、関西テレビ開局30周年記念のテーマソング、Dear My Friend を合唱して大団円を迎えた。この時、グランドフィナーレの演出を担当した小木明ディレクターはエンディングに制作スタッフの名前を出さず、代わりに視聴者へのメッセージとして、今日までのあなたにありがとう。 そして、今日からも、We, The Always with You の文字を流した。番組が提唱し続けた、イベントと放送の合体は、こうしたつぼ根を上げた一大イベントの場でも成功を収めた。関西地区で土曜深夜の時間帯に、唯一長時間の生放送番組を続けてきた、エンドレスナイトだったが、1989年4月に、フジテレビ系列の土曜23時台の、 全国ネットワークが拡大。それまで関東ローカルの深夜番組で人気を博していたバラエティ番組、夢で会えたら、出演、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、野沢直子、清水道子が全国ネットに昇格。この番組が23時30分から24時までの放送になったため、それまで24時45分前後の放送開始だった番組が、 25時15分開始に繰り下がった。その後、番組は、衰退を迎える。そして第12期ギャルズが登場した後に、番組の終了が決まり、1990年春に発表された。しかし、番組末期も、数多くのイベントを展開。1989年12月には、エンマが第8号に掲載された小説、エンドレスナイト殺人事件。 作、のりづきリンタロうの舞台となった、滋賀県、区部島をめぐっての犯人探し、ツアー、大阪湾を航行する客船、サンフラワーを使ってのイベント、そして視聴者参加による大晦日のクイズ大会など、止まることはなかった。さらに番組終了発表後も、番組キャスト、関係者総出演の映画、ラビットマン物語を、梅田駒劇場で上演し、 出演者が全員登場してのファイナルイベントも同時開催した。そして最終回は琵琶湖に浮かぶ豪華客船で行われた。ただし最終回は録画放送。歴代出演者や関係者などが総出演し、フィナーレは番組初期のオープニングテーマ曲、あの素晴らしい愛をもう一度全員で歌い、6年間の歴史に終止符を打った。 放送開始時刻の繰り下げはあったものの、それでも大きな指示を受けたエンドレスナイトは、それまでの関西の情報バラエティ番組にはなかった手法を生み出し、テレビ番組の形態に影響を与えた。加えて、この番組をきっかけに、情報とバラエティをミックスした形の番組は数多く生まれた。他、グッズや本といった番組以外でのコンテンツ収入の可能性テレビ界に与えた。 エンドレスナイトの終了以降、関西テレビでは深夜の生放送は一時なくなったが、1993年には3年ぶりに深夜の生放送が復活する。熱血。ハイテンションというタイトルでエンドレス時代のスタッフも参加。出演者は松沢和幸、俳優、角田信明、格闘家など。これにセクシー女性タレントグループの T バックスが加わった。 視聴者とのコミュニケーションツールに、家庭でも普及してきたファクシメリを使用。エンドレス出演経験のある角田の登場もあって、第二のエンドレスナイトと期待する声もあったが、すでにバブル経済も引け、深夜番組にも予算削減の波が押し寄せていたこともあり、短期間で終了した。しかし、様々な人気者の行にもあるように、この番組の横山淳一ディレクターが、聖堂会館の門下生や、 館長の角田を再三テレビに登場させ、さらに、熱血では角田を司会に起用するなど、そのキャラクターにも注目していたこと、現在も格闘技界の第一人者として、そして、TV タレントとしても活躍している事実からも、わかるように、エンドレスナイトがその講師となり、今日も続く格闘技ブームの先駆的存在であった。この頃、1990年代前半、 関西地方で人気のあった深夜のテレビ番組に1992年10月に放送を開始した毎日放送テレビのテレビの壺月曜金曜深夜生放送司会全次郎大美横藤尾角美子があったこれはエンドレスナイトとは対照的に低予算を売りにした番組でテレビに関することなら次局のこと以外も紹介するというアナーキーさが 受けていた。この、テレツボでも、一度、エンギャルは今という特集が放送された。この時に横山ディレクターと、第五ンギャルの中村リカ、つゆきの則ディレクター夫人がゲスト出演し、当時のエピソードを語った。放送終了から2年以上経ても、こうした形で、かつ、他局の番組で取り上げられている。当時の番組スタッフが手がけた後の番組にも、 エンドレス当時のテイストを色濃く残したものも多かった。前室のマグマ30がそうであったように生放送とイベントを合体させた関西テレビ開局35周年記念特別番組アスメディア88祭り1993年8月7から8日17時間などの大型スペシャルなどである。また1995年に放送された 今年はこれくらいにしといたろ。スペシャル、12月30日12時18時、司会、上岡隆太郎、坂東英治、屋敷高人、桂南光、桑原翔平では、移動中継車を使用しての視聴者プレゼント企画や、大木町公園に視聴者を集め、クイズ大会で優勝した人にその場で、温泉旅行やハワイ旅行に招待する企画など、エンドレスマイト時代に培った。 生放送とイベントの合体が数多く放送された。これらの特別番組のプロデューサーにはエンドレスナイトの小木明ディレクター、当時が名を連ねていた。番組で怪しいオカマキャラ、紅ハンカチそして後期はラビットマン、小木ぴょんなどのニックネームで親しまれていた小木明ディレクターは番組終了の後に深夜番組バラ色海面帯や日中の情報ワイド番組、通開。 エブリデイ、ニジ時時、を、はじめ、数多くの番組を手がけたが、2002年5月25日に、逝去した。47歳という若さで急死した、彼を忍び、この年の11月、大阪市内のホテルで、小木明さんを忍ぶ会が開かれた。発起人は、通会。エブリデイ主会の桂南光、ハイヒールリンゴモモコ、参道人二番ンヒロフミと、 郷道ゆきの名前があった。会場内では、彼が手掛けた数多くの番組に加え、エンドレスナイト時代に制作された、カラム式ディレクター主演の映画、ラビットマン物語が上映された。また、この会の席上で、カラム式ディレクター、プロデューサーのテレビマンとしての功績を称え、関西ディレクターズ大賞特別賞が贈られた。 シーチャカのあだ名で親しまれ、そのキャラクターが視聴者から絶大な支持を受けたちぐさ総一郎プロデューサー。1986から1988年担当は2005年6月23日に開かれた関西テレビの株主総会取締役会での決議事項を受けて同社の代表取締役社長に就任した。百八十六年九月。 それまで番組を統括していた上沼真っぴプロデューサーが土曜日の朝のワイドショーシュートインサタデーの立ち上げのため一時的に番組から離れその穴埋めのために登場したちぐさだがその独特な風貌が視聴者に衝撃を与えたちまち番組の人気者となった一方でカメラに映るといやいやと照れる様からその真面目さも伝わり番組のファンを拡大した しかし1988年春、当時の制作部内のシフトチェンジで番組を去るも、大晦日のスペシャル放送、そして番組の最終回などの節目には必ず、登場し、エンドレスに、シーチャチグサありを印象付けた。エンドレスナイト担当を外れた後、チグサは、ノックは無用、のプロデューサー、また、鶴瓶の一、十女子マラソンをはじめ、スポーツバラエティ番組を制作し、 その後、古巣であるスポーツ局に移動。毎年1月に開催される大阪国際女子マラソンの人頭指揮をとり、この他のスポーツ関連のイベントや特別番組を数多く手がけた。その後、2000年に事業局長、2001年に営業局長、2003年からは取締役となった。これまで関西テレビの社長は、 大株主の産経新聞や阪急電鉄、現、阪急阪神ホールディングス、富士テレビジョンの出身者が務めてきたが、関西テレビからの生え抜きではちぐさが、初めてとなった。しかし2007年、ちぐさは、全国ネット放送だった。発掘。あるある、大事点 E。2007年1月打ち切りのデータ、鉄像問題の対応に追われ、同年1月、2月の2回、 月間関テレ批評に自ら出演し、視聴者に謝罪している、この年の4月3日、ついに隕石辞任した。その後、取締役を経て、相談役へ退いている。昭和63年、1988年、番組では、ロータスクーポン100万点大作戦と称して、視聴者と番組関係者が一体となって、食品や家庭用品などのパッケージについている。 ロータスクーポンを集めた。番組の人気と参加者の熱意が高奏し、約4ヶ月で100万点分を集めた。そして番組の名が、いつまでも残るようなものを作ろうと提案し、この年の夏、日本一低い山と呼ばれている大阪市港区の天保山に時計台を設置、市に寄贈した。この時計台には、エンドレスナイトの文字が刻まれており、 当時とは一変した天保山エリアの中で21世紀を超えてもなお時を刻み続けている。2005年11月9日の深夜11月10日未明1時50分から関西テレビで復活エンドレスナイトってが放送され、番バはバ広文、杉山和穴、山本博之穴らが当時の映像と共に番組の思い出を振り返った。また、 CS 放送の関西テレビ京都チャンネルスカイパーフェクト TVCH726JCN など一部ケーブルテレビでも放送で2005年11月26日深夜11月27日未明から復活エンドレスナイト題した再放送が放送され1987年1月10日に放送されたものから順次放送されている また、この再放送開始にあたって番組のステッカーを復刻。当時の放送を見ての感想を追い寄せた視聴者と当時番組で放送したイラストを書いていた投稿者にプレゼントしていた。再放送の放送時間が2時間のため一部のコーナーのみの放送となった放送前にこの番組はダイジェスト版ですと断りがあった。放送されたコーナーは 番組内容の項を参照されたい。CM は放送されなかったが、コーナーの合間に放送当時のエンドレスギャルズ、6期7期の紹介や、番組グッズの紹介、店舗さんの時計台のフィラーが流れていた。なお、あるある劣像問題の影響により、2007年1月27日より、放送を休止していたが、3月3日の放送より、再開した。 ただし、ちぐさプロデューサー、当時の出演部分やエンディングスタッフフロールでの、名前表示部分がカットされた状態での放送となった。そして12月に放送された、エンドレスナイトスペシャル、1987年12月31日、深夜1988年1月1日早朝に、かけて放送。第7代エンドレスギャルズ卒業の回でもあったの、再編集版の放送をもって、 CS での再放送を終了した。なお、復活。エンドレスナイトを放送していた関西テレビ。京都チャンネルは関西テレビの経費削減などの関係から2009年4月をもってチャンネルの放送を終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。